今年は2回はこうでも。はい。今週？今週はちょっと今回ちょっと行かない。神奈川の店。なんかチケットがそれしかあのもう発売しないらしくて一般買えないって。そう。もしかあの、うん、行きたい時でもしかあれやったら行けたら行けるから。今週のそのチケットは誰かがにあげちゃったんですか、うん、もう前もって言うとるからみんなそれなんかどうしても言うとるからあ、2回目行こうと思ってこちらの女性は家族で先頭車両に乗っていて夫と2人の子供を亡くしたと言います。ありがとうございます。それもサバが油を塗ってる。サバはもう最高です。メリーランド州で行われた協議、日米韓3カ国の安全保障を対決するというコミットメントを改めて確認したとしています。さらに、この声明では、日韓両国についても、地域や世界の安全のために、今日のも良かったよ、試合。最後が面白かった。最後結構辛いとこあるじゃないですか、うん、サバ定食なんか頼んでも何サバってサバちゃうの、うん、パッサパサでね、うん、あれジュースだったからね、うん、家が下まで降りてくる。へえ。それ見たらいいことがあってそれからもその人の時間帯に合わせて見たことないわ。ずっと下まで降りてくる。また行ったんだから。中村克彦もどっかあったけど、みんな外して帰るやと思うから。